現在丸亀市飯野町の喫茶バラードでは雪のアート教室の教室展覧会が行われています。今回の展示会では6歳から15歳まで16人の子どもたちが好きなものをテーマに描きました。この雪のアート教室は毎週土曜日、丸亀市の飯野東交差点そばにある88ステージで個別予約制で開かれています。講師である山下雪乃さんは教室について個性を大切にすることを中心に絵画指導や一緒に絵を描きながらリラックスできる時間にしています。自分の好きなものを描くとき、みんな楽しく幸せそうな顔になります。見ていただける方にもその幸せ感が伝えればいいなと思いますと話をしていました。作品は4月5日日曜日まで展示されています。時間は8時から午後8時まで、ただし最終日は午後5時までとなっています。展示場所、お問い合わせは喫茶バラード 0877-24-3106 です。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。